今日は5月の6日、日曜日ですね。連休最後の日、今日は荻窪まで行ってみたいと思います。で、今石神井公園の三宝寺池の、ちょっと上がったところにある森にある、これは自転車が通るような道です。まあ、短いんだけれども、ここからスタートしたいと思います。実はこの荻窪まで行く、ポタリングは昨日一回やってみたんだけども、その時に音声はちゃんと録音されてたんだけど、動画の、アクションカムの AC800 のボタンを押し忘れていて、で延々40分ぐらい、ずっと喋ってて、その喋りが無駄になったんで、今日もう一回やってみようと。そんなローテンションな、今日の自転車です。でこの、松尾サイクログと名前を付けた自転車 Vlog ですけれども、失敗率の高さね、このドリキンからも指摘されてたように、そこはいわゆるポンコツということでお許しいただきたいと。緊張自転車でブラブラするだけなんで、一期一会というわけでもないから、荻窪には何度行っても良いと思う。どうせならここは渡ってしまおうかな。一旦ちょっと渡って。今の自転車は、信号無視ですね。ああいうのいかんですね。で、これは石神井公園の、こっち側が、三宝寺池。でここがね、有名な豊島屋っていうとこですね。写真撮っちゃいかんというふうに言われていて、そして下にはこういうアスレチックがあったりするんで、子供を遊ばせるにはいいとこですね。青なんで渡りますかね。で、こう渡ったらまっすぐ、行きましょう。さっき左手に見えたのは練馬区の文化施設で、時たま面白いイベント展示会みたいなのを開いてて、2階には、練馬の、昔の姿とかを留めている、そういう遺産みたいなのがあります。なんか SPD を、靴にペダルドロックするための仕組みが入ってるんだけど、それをねじって外す時のアクションがまだなんかうまくいかないですね。
まだあんまり慣れが戻ってない感じ。でここで、石神井川の、上を通っていきます。この道をまっすぐ行くと、西荻に出る、そんな道ですね。今7時23分。この左手のドラッグストア、これ前あったのと変わってるじゃないか。あ、間違えた。この道ではなかった。あ、でもここで犬か。ここがですね、消防署。この上を見るとこれ櫓ですね。これ訓練用のやつかな。よくここで訓練してます。石神井消防署頑張ってますね。お、ちょうど青だ。ここは新青梅街道ですね。新青梅街道をこの道でよかったかな。もうくねくね曲がってる。ここが商店街になってるんだよね。住所としては下石神井で、
近くにね岩崎千尋美術館があるこれですね。そう、岩崎千尋美術館は一回行ってみたいんだけど、かみさんは友達と一回行ったことがあるんだけどね。そしてここが、千華通り。この横の路線は、千華通りで、ここは上草駅入り口。目の前を行ってるのはこれは西武新宿線だね。そして今日はやってないんだけど、まあ後でオープンすると思うんだけど、このお菓子の栗原っていうところ、ここは駄菓子屋なんですよ。本当昔ながらの駄菓子屋で、駄菓子菓子的なお菓子屋さん。そしてこの開かずの踏切、上草駅。電車が行ったので、線路を渡りましょう。ここはですね、なんで有名かというと、上草といえば、ガンダム。ガンダム・ディ・オリジン、シャア・アズナブールと、ラダーの、アナスタシアの、幼少期から、ファーストガンダムに至るまでの、その裏面の歴史を描いた、そういう、映画が上映されてるらしいですね、今ね。それで、ここはね、まあ、ガンダムの街ということで、こういうふうに、これガンダムデスティニー、ガンダム SD デスティニー、店がオープンする前だと、まあ、こういう壁画がありますね。ガンダムと、シャーザク。でなぜこういうふうに、ガンダムの街になってるかというと、ここにサンライズがあるから。コードギアスもそうなんだね。こんな感じで、
上草はガンダムの街、サンライズの街。ギアを落として登ります。ちょっと坂になってるんでね。この辺は神社仏閣が多くて、こういうふうに緑も多くて、まあ、いい街ですね。で、この辺から曲がると、そこはコープス駅を、でここで信号を待ちましょう。サイゼリア、これは観泉寺っていうのか。でこっち側が北方向になるね。で今は南の方に向かって行ってて、この辺りの、緑がこの観泉寺というお寺ですね。この鬱蒼としたところ、日陰になって夏場は、よくここを通るんだけど、はい、虫も来てますね。こうやって喋りながら走ってると、口の中に虫が入ってくるという可能性も大と。
このまままっすぐ行くと、カンパチにぶつかるんで、まあ、今日はその道で行ってみるかな。カンパチと、で今この道と並行して走ってるのが青梅街道で、青梅街道とカンパチがぶつかるあたりの交差点を四面道っていうふうに言ってますね。で今、この、カンパチを越えて、というか今このカンパチに入りました。環状8号線で、カンパチは、この辺が立体交差になってて、ここは自転車は、通れないはずです。なので地上のどこかから、JR の、線路の下をくぐるトンネルみたいなのがあるんで、そこを、階段を、降り上りして、それで向こう側に渡ると。で、SPD のロックを外すのがめんどくさいときは、まあ、こうやって、お手すりにつかまって、で今ロックをしたまま休んでいると、そういう状況です。でもうすぐそこが、青梅街道で、ここ右側に行くとね、青梅に出るという。まあ、青梅にも行ったことあるんだけど、まあ、だいぶ遠いよね。で、青梅に行って、往復すると、まあ、1日100キロを超えるという感じですね。
これでこのアクションカムで、自転車走行を撮り始めて、4日目、マットサイクログって名前してからは3日目、これがうまく撮れていれば、帰ったらダヴィンチリゾルブで編集をして、音声とまとめて、昨日撮れなかった分というのを、これ取り戻す、取り返すという。はい、もう荻窪駅来たんで、ここから、戻りましょう。はい、キビスを返す。ここまでのところで、だいたい、27分、アプローチのエクササイズで、例によって30分に設定してあるので、まあもういいんだけど、帰りはちょっと違うルートで行ってみようかな。四面道を越えました。路面は気をつけてないと、そこにガラスの破片とか、さっき青いプラスチックの破片があったけども、ああいうのをちゃんと目視して避けていかないと無駄にパンクしちゃうんでね。そんな青梅街道です。もうちょうど30分過ぎた。でアップルウォッチの、バイブレーションで、なんかアクションがあったっていうのが分かるようになってます。アップルウォッチをつけたおかげで、サイクルコンピューター、サイコンを今つけてないんだよね。当然あった方がいいし、もっとはいるんだけど、
今のところその必要性を感じないっていうか、で走行距離とか平均スピードとかはアプローチのバイクエクササイズで十分に分かるし、でリアルタイムに時速を計測しながら走るとか、心拍数をチェックしながらエクササイズするとか、まだその域に到達してないんで、しかし心拍数も今は、僕はあのキャットアイのサイコンを持ってるんですけどね、これが何年も前のやつなんで、心拍数計測用の、ベルトを、ワイヤレスで飛ばして、でそれを記録に残すこともできるんだけど、今それがアプローチでできちゃうからね、心拍数が走行時にどのくらい上がってるかと、その辺のデータも取れるようになってます。いや便利便利。だからといって再婚が不要になったかというと、そういうわけではなくて、再婚側でもスマートフォンとの連動をちゃんと取るようになってきてる。例えばランタースティックとかストラバかな、そういう、地図データと連動した、サイクルコンピューター用のサービス、これを使うと、自分がどこを走ったかっていうマップもちゃんと後で、データとして取得できるようになるんで、まあ、そういうのとこういう、自転車走行ムービーを組み合わせると面白いかもしれない。現在地を地図で表示しながら、でそこに見える和田という文字が、和田サイクル。小径車ファン。ミニベロファンの聖地ですね。和田さん元気でしょうか。僕は BD1、正確には BD1 じゃなくて、ビアンキーの BD1OEM、これをさっきの和田サイクルで買って、であとシートポストに、車、コロを入れて、で折りたたんだ時に、押し歩きできるように、でそういうギミックもこの和田祭で売ってるんで、まあ、今はどうかな、まあ、大変お世話になったところですね。まあ小径車だけじゃなくて普通のロードバイクも売ってますね。三井さんと大久保さんが、御用達にしてて、まあたまにあそこに寄ると三井さんがいたりとか、してました。もうだいぶ前の話だけど、三井さんというのは、プロカメラマンの、三井浩一さんで、で今はアップル関係の展示会で、VIP の、まあ、展示会じゃなくてアップル関係の VIP を撮影したり、この間ティム・クックに呼ばれて、京都で撮影したりとかしてました。まあ、もちろんあのプロのカメラマンなんだけれども、iPhone で撮影して、非常にハイグレードの、おっと、
そういう話をしていたら、今日の目的地に着いてしまった。ここですよ、ここ見えるかな、そこに白い馬が、今尻尾振ってますね。ここは、東京農芸大学じゃない、東京農芸高校、都立農芸高校の、ババっていうか、馬を飼ってるところですね。こう近くまで行くとほんのり農場の匂いがしてくるという、ね、まあ、いいランドマークになって、そしてここが早稲田通りか、あ、早稲田通りあるんだね、旧早稲田通りじゃなくて、これは本物の本早稲田通り。というふうな、大体同じようなことをね、昨日、録画されてない、アクションカムと合わせる予定で、アイリグラブピンマイクの、マイクと iPhone6S プラス、6プラスかな、6S プラスだ、6S プラスの、アイリグレコーダーに、録音していました。まあ、それが無駄に終わったんで、今日はもう一度、まあ、ルートは同じではないんでね、ところどころ変えてるんだけれども、ここは無理をせず、じゃあこっちから行くかな。この右側に見えてるのが、上草、スポーツセンターのグラウンドかな、野球場とかあるのかな、まだ中見たことないんで分かんないんですが、はい、そこが上草スポーツセンター。ここは杉並区と、デニム屋が設置しているところで、もうちょっと通り、そこの通りを挟むともう、石神井のエリアですね。もう日陰は涼しい。で、今走行中に出たらこんな感じで、見えたかな。
そしてここで、西武新宿線に戻ってまいりました。お、すぐに開いた。珍しい。お、バスが来る。そしてここはいぐさ高校かな。まあお笑いから SF 作家まで、たくさんの才人を輩出している学校ですね。でここが新青梅街道を越えて、まあ、まっすぐ行くと石神井公園に到達します。今日の旅はそこまでかな。石神井公園が僕のホームなんで、で昨日の松尾サイクログ、May the 4th、昨日じゃないですか、正確には一昨日ですね、公開したのは昨日だったんだけど、その時はスタビライザーはかけなかったんですよね。まあ比較的安定してたんでこれでいいのかなと思ったんだけど、今日はちょっとガタガタしてるところも走ってるんで、今日はダヴィンチリゾルブの無料版のスタビライザー少し挑戦してみようかなと思います。まあその前にドリキンのダヴィンチリゾルブ講座があるかもしれないんで、それを待って公開するか、その前に出すか、悩みどころではありますね。この右側の、とんかつって見えてるところ、ここはね、実は蕎麦屋で、辰巳庵かな、辰巳庵か、という名前の、脱炭蕎麦を出しているところで、蕎麦は、まあ、かなりうまいんだけどね、ただ1個問題があって、タバコを吸う客がむちゃくちゃ多くて、タバコの煙に巻かれながら、美味しいそばちょっと食べるわけにはいかんなということで、で、まあ、今見たが、そこの、JA 東京青葉の野菜売り場が空いてたみたいなので、ちょっと寄ってくるかな。
お、開いてる開いてる。出発した時にはこれはまだ開いてなくて、まだ準備中か。ここに地元で採れた野菜を売ってます。ちょっとしたスーパー並み、あと農芸品も多いんで、これは午前9時開店ですか。まだ8時だからあと1時間ぐらいあるね。じゃあここは退散しましょう。こんな農協のある町、石神井公園ですね。そこが石神井図書館。よく期限を忘れてしまう石神井図書館。あんまり無理をするとね、膝とかも痛めてしまうんで、体をいたわりつつ、リハビリに励んでると。背骨が折れて1年、股関節症になって1年半、よくぞここまで回復したなと。ただそれまでの間にね、こうだいぶウェイトをつけてしまったんで、ちょっと多少健康モードに戻るかな、これで。そして、再び戻ってきました。三宝寺池の上の方にある、これは野球場。こういう木々の中をサイクリングするのがいいですね。で、昔はもっと狭い道で、で今、この、右側の曲がりくねった道が歩行者用で、こっちが自転車用というふうに、大雑把に分けてるみたいだけど、人々はあまり気にせずこっちの方を通ってるみたいなんで、歩行者、対向車に気をつけながら走っていきましょう。で、今通り過ぎたところが、殿塚っていって、太田道灌に、攻められた、豊島市、豊島区の元になっている豊島市ですね。で、その殿様が
打ち死にしたか、自炊したかという、まあ、あくまでも伝説ですね。史実は違うみたいですけど。そしてヒロちゃんの元にで、またいつものところに戻ってきたんで、この辺で終わりにしますかね。ではまた。3、2、1、エンド。